ユタ州の血眼から発見された主張流の遺跡。遺跡は動物が消化管内に持つ石である。英語での語源はギリシア語のガストローマイナストリスス。一部の脊椎動物は飲み込んだ石を遺跡とする。遺跡で食物をすりつぶして消化の助けとするか、水生動物の場合は体重の調整にも使う。原生の脊椎動物では 遺跡はザラシ、アシカ、バニルイ、草食性の鳥類に広く見られる。絶滅動物、例えば流脚しための恐竜も、硬い植物をすりつぶすため遺跡を持っていたことが、判明している。重脚類の化石とともに、遺跡が発見されることは稀であり、肉食恐竜が、植物の粉砕に遺跡を用いたとは考えづらい。植物をすりつぶすのに適した葉を持たない動物は、 遺跡を砂農の中に保持して咀嚼に変える。主張流など水性の絶滅動物は原生のワニと同様体重を調整する重りとして石を飲み込んでいたようである。遺跡の大きさはそれを持つ動物の大きさによってまたその植生によって異なる。小は砂程度のものから大は大歴以上のものまでが発見されている。恐竜の遺跡は 合計数キログラムにも及ぶことがある。まただ蝶が飲み込む石は時に長さ10センチメートルを超える。化石の遺跡は磨かれて丸くなっている場合がある一方、原生の蝶類の遺跡は全くすられていない。ディプロドクス、遺跡を持つ動物である。普通地質学の分野では複数の根拠がない限り、恐竜化石とともに見つかる岩石が消化を助ける。 ためめののものだとは認められない第一に、その岩石は周辺の地質と相入れないものである必要がある。第二に、その岩石はすられて丸くなっていなくてはならない。第三に、その岩石の見つかる場所が恐竜の消化器でなくてはならない。ただしホイットルは操作型電子顕微鏡を用いて遺跡の表面パターンを分析する手法を開発している。 ユタ州中部の白亜紀初期の地層には丸くなった赤や黒のチャートが極めてよく見られるが、その一部は遺跡なのであろう。遺跡は英語ではしばしばモリソンストーンズと呼ばれるが、これは遺跡がモリスン群層からよく見つかることが理由である。軽鍵でできた遺跡もある。送り換切リと書かれた薬瓶乏隔類の遺跡は体内で積出した炭酸カルシウムである。 脱皮中のカルシウムのストックとして利用される。甲殻類は脱皮の前に殻のカルシウムをカルシウムイオンとして血中に回収し、胃の中に左右一体の炭酸カルシウムの丸いしないし、円盤として積出させる。遺跡は脱皮後数日で血液に再吸収され、含まれていたカルシウムは新しい殻で石灰化する。甲殻類は脱皮後に脱いだ殻を食べ、 この行為によってもカルシウムを補給するとも言われる。しかし、ザリガニを使った実験では、脱いだからにカルシウムは含まれておらず、この行為でカルシウムは補給されない。遺跡は特に炭水産甲殻類で発達する。海産甲殻類の場合、海水に溶けているカルシウムイオンを利用できるからである。ザリガニの遺跡はかつて、ラテン語で、送りガンクリ秋洗いコンクリー、あるいは、 江戸時代の日本では添加し、送り缶切りと呼ばれ、万能薬、とりわけ、癌病や肺病、皮尿器病の薬として珍重された。ありがとうございます。